爆裂系で、うん、2時間でバケのパワーを。おグリーン、レッド、おはい、確定。はいはい、よいしょ。いいね。はい。よし。ゴリラが一番面白いな。あーおーあなんだこれあるあるです。枠上ね。枠上ってことは右リール中段にリンゴか。ノーマルですね。まあ成功しても32分ですよね。まあそろそろ入ってくんねえかな。外れ引いたな。あれこれこのフラッシュは当たってた。おお、これは熱い。フラッシュ入れば4分の1ぐらいですよね。いや3っすよ。3ジャック外れ。あ、ジャック外れだ。あ、ラッシュだ。あれジャック外れ確定でしょ。確定。ジャック外れはすごい。ジャック外れ結構引かないですよね。全然ですよ。
よし、初めてボスに勝てるかもしれない。まあでもほぼ1回ですけどね。1回73パー。あー、25パー超えればいいんだね。だから2回超えたら熱いっすね。まあまあ、うん、まあ、うん、まあそうですね。まあだから組み合わせでしょ、それでバケ引いたりとか、あー、そうそうです。その後だからバケ大事、この後の、うん、じゃあとはこのビッグでも引いてるかもしれないってこと。あー、もうもちろん、うん。これ発動前にバケ引いちゃうんですよね。あ、ある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 あ、揺れた揺れた。おお。ありがとうございます。バケ。通常時？あーあー、ボーナスだな。バケバケ、あー、おー、バケだ。バケきた。よし、あれ、はいはい、10ゲームですね。ほら、うわ、出た出たよ出たよ、あるある出たよ。遅れた。あ、サバだ、サバ確定。でも今日全部単発なんだよな、3回とも。そこで、あるよ、あるな、あるあるある。あ、マジか。何回かすげえ、ものすごい深いあの潜伏聞いたことあるんですよ。あります。190だかなんかあるんですよ、あれ。お、そ、あ、そうか、これライオンだ、ライオンだったわ。
ない、吐きこない。単発を超えていけ。ほら、いそうだな。きたー、これは。これはいますね。ってことは3連は行くのか。今2連でしょ。うん、じゃあ無音だ。無音だよ。しかもボーナスじゃない。あ、外れだ。うん、まだ分かんない。おっと、上乗せ確定した。 あれ今の無音で、その後は。でもそうか、そういうリプレイだったね。うん、兄さんが登場しましたね。早かったっすね。早かったですね。で、まだいるんじゃないですか。まだだって2連勝も。あ、そうですよね。さらに上乗せか。で、夜にしてバケか外れ引いて、まあでも6なんでね、大連ちゃんはなかなか。まあ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 、なんでボスのがビッグ引いてんだろうね。いや、まあバケも引いてますけどね。いや、まあバケもやっぱり確率以上に引くんだって。あれだって設定6のビッグ確率どんぐらいでしたっけ。ビッグは300、もっと悪いですよ。360とか350ぐらいですね。これ240ですよ。それは6は240ですね。ですよね。ジャグラーのビッグと同じくらいですよね。お、30多いな。ああ。あ、先生、普通に赤押してた。俺、なんか、これがダメなんだよな。あ、いや、わかりますわかります。だから、文字用から入った人ならいいけど。あ、だからどうしてもこっち、目に見えてないとダメなんですよ。目線を下げると、間違えちゃってるんですよね。なんだ。
そろそろ頼むよ。5回目だぜ。あー来た。グリーン以外、あ、まあでもまあ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 、広角ビッグだから3点何分の1か。彼6は交代関係ないですもんね。関係ないです。あーボーナス当選だけか。あーそういうことですね。さあ6回目のビッグボーナスで 27% ぐらいを引けるのかどうなのか。はい、はい、来たー、すげー、来たー、来たぞ、遅れた。あー、化けっぽいな。あー、強いな、強い、マジで強い。1031ゲームで 3回目、強すぎるでしょ。いやー、おい、大事。うー、あー、でってれって、あ、まあ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 、いないのか。ああ。めっちゃ外したか、まあ、そうな。終わりですさあ本日のガラパゴスニュースのお時間となってますけども、はい、もうニュースキャスターですよこれ。いやー、そうですね。ちょっといいですか。はい、あさって飛行機落ちますよ。落ちるかもしれないですね。つうかもうここの店でジグマやりますよ。ジグマプロゲーセンだけど毎日3000円取られるけどだって負けないもんマジで。すっごい引きますね。いいですね。だって他にちょろ打ちしてるのもほぼ1000円で当たってるじゃないですか。そうそうです。僕今日20何台触ってますけど全台マイナスです。確かに、はい、そうですね。全台ですね。全台ですよ。全6なのに、全6なのに全マイナスです。どっちかの、どっちなんだろう。何ですか。どっちにしても飛行機落ちるじゃないですか。いや僕は落ちないですよ。だって全く運がないってことですよ。ああそういうことか。でこっちもこっちもおかしいし、使いすぎて、こっちもそっちもおかしいですよ。なあ、じゃあ大丈夫かというわけで、コンチ対、はい、モジュオでしたけれども、なんと、はい、私マイナス160万。まあでもコンチはしょうがないですよ。まあね、まあ、1500円ぐらいですからね。あれは3000とか4000円を回してからの回なんで、ね、からですね。もうそこから止まらないっていう、はい、私の方の猛獣王がなんとプラス1744、
かしいですよね、最初の90ゲームでビッグ3回、ビッグ3回30分の1まあまあでもその後も安定してね、やっぱバケも引いたし、確かにね、カバも入っていてます、はい、うん、まあ文字はだって僕のために作られたような大会って、ゴルゴとゴルゴとね、まあ、バケをね、バケを引けば負けようがないんで、ちょうどバケ師になった後ですもんね、すぐ後、そうそう、一番脂の乗ってるバケ師の時、そうそう、一番いい時ですあれね、まあその引きはまだ変わらない健在ということ、健在ですね、悲しいことに数分になってもそこの引きは変わらないということ、6号機時代に全く意味のない引きです、確かにね、6号機でバケがなんちゃらっていう台はないっす、ないっすね、うん、はい、作ってくださいよそしたら引けないんですよ ね引けないです意味のあるバケは引けない男、まあまあ文字王とゴルゴは除くって、まあ、いやいやいや、はい、そんなわけで私0勝3敗でございました、はい、うなぎおごりますよ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、うなぎ好きなんで、はい、もう通風でもいっぱい食いますよ、もうそうですね、うん、ビール飲んで飲んで、はい、うなぎ食ってで、つま先上げながら帰りますから、はい、足引きずりながらそんなすぐ出るの出るすぐいや、しかしあのあれですよ、ガラボゴスさん、はい、まあ、やっぱり4号機、5号機多いですけど、はい、当時感はすごいある、だすごい打ちやすいですよ、このなんか円形の、あーいいっすよね、島と島感がちょうど世代ですね、うん、いいっすね、はい、この広さもいいし、椅子のなんていうか幅とかもすごく打ちやすいし、そう、うん、だからこの快適なゲーセンっていうのは私はちょっと初めてですね、でもここは多分一番ですよね、見てきた中でですね、打ちやすさは、快適さはもうピカイチですね、うん、はい、めちゃくちゃ、あと空調もね、ああそうっすね、いいっすね、うんうん、空気も綺麗でなんかちょっといい香りがして、ああ確かにね、なんか匂い入れてんのかな、でリラックススペースみたいなところも ありだからボウリング行こうぜって言って子供たち遊ばしといて、お父さんちょっと行ってくるわそれは全然ありですよね、いいんじゃないですか、はい、うん、まあそんな感じで、まあ基本的にラインナップも、まあ、まず王道は揃ってるなという、2号機3号機はまあそんな多くないですけども、だから4号機世代はもうバッチリですよ、これは本当に、ね、4号機5号機世代はまあバッチリかなと、まあ、特に4号機世代ですね、そうですね、はい、まあ、でも5号機も、まあ、メジャーどころは揃ってますんで、はい、いいかなと思いますけれども、いかがでしょうか、ということで私0勝3敗ですけどもリベンジしますのでいやちょっとこの企画悔しいんで、はい、またどっかでやりそうっすか、何度でも挑戦が起きますよ、いつか抜いてやろうと、はい、というわけで、演者のレベルの違いを見せつけられた今回でございました、はい、皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、他の動画も見てくださいね、バイバイ。